気流アワード2013グランプリの栄冠を手に入れる方はどなたでしょうか。それでは審査委員長の犬堂監督より発表させていただきます。犬堂監督、よろしくお願いいたします。それではグランプリを発表させていただきます。気流アワード2013グランプリは、気流アワード2013年13、観客賞は、後藤陽介監督の、もしもし詐欺ですけどになりました。おめでとうございます。もしもし詐欺の山下です。皆さんどうもありがとうございます。他にもたくさんこんないい作品がある中でこの作品選んでくれたことを本当に感謝します。とにかくありがとうございます。ありがとうございました。また気流に近づく気流最高。ではいよいよグランプリの表彰に移らさせていただきます。気流アワード2013グランプリの栄冠を手に入れる方はどなたでしょうか。気流アワード2013グランプリ2013グランプリは斉藤由貴監督のフルスイングです。おめでとうございます。斉藤由貴監督にご挨拶をいただきます。斉藤由貴監督、お願いいたします。ありがとうございます。斉藤由貴です、こんなことになるとは思わなかったんで一人でやってきてしまいました、また今度は大勢引き連れて気流にやっていきたいと思います、ありがとうございました。ありがとうございました。本日制作作品の監督、キャストの方々がお見えになっておりますのでご紹介させていただきます。まずはアリオンの制作チームの皆様です。では監督とキャストの皆様ご登壇ください。今回アリオンの監督を務めさせていただいた深澤直則と申します。今日はご覧になっていただいて本当にありがとうございました。それではまず監督から自己紹介とキャストの紹介をお願いいたします。まず本日は大変ことなんかお越しいただいてご覧になっていただいてありがとうございました。演出させていただいた田島と申します。こちらにいらっしゃるのがキャストと全員ではないんですけれどもキャストとスタッフの方々で、一人一人簡単に一言。中志津武志役をやらせていただきました鈴木と申します。本日はありがとうございました。それではお三方にご質問させていただきます。まずこの気流映画祭を受けての感想をお一人ずつ教えていただきたいんですけれども、いろんなスタッフの方に協力していただいて
なんかみんなで作るって面白いな、すごいなんか再実感しまして、それがすごい貴重な体験で良かったです。もう地元の方々が本当に映画スタッフの半分以上を占めてたんですね。で東京から来たのは機材スタッフだけだったので、地元のその方々と私たちが連れてきた機材スタッフと一緒に一丸となってできたことは本当にすごい良かったと思います。ありがとうございます。それでは稲田監督お願いいたします。そうですね、こう作品を公募して上映するというのを、まあ、今年からやられているわけですけど、まあ、そこからまた何ですかね、新しい映画を作る才能を持った人が生まれてくるだろうし、それにまたこうやって新しい映画を別の映画を撮っている方に、まあ、作ってもらうということをして、でまたそこで新しい作品ができて、でそれを撮った人がまた新しい才能として世の中に出ていくとかっていうふうに、まあ、すごく建設的なことをしていると思うので、できれば長く続けてほしいなと思います。それでは田島監督から稲堂監督へ何か質問とかございますか。桐生にいるからこその質問なんですけれども、はい、犬堂監督が桐生で何かを撮るとしたらどんなテーマのものをで、どういう物語とかで、なんかこの2日間で考えたりしました。やっぱりすごく歴史が深い町だし、あとそれにその町の絵面が昔の風景がそのまま残っている場所がすごく多いんですよ。なんていうんですかね、例えば古いお寺があるとかそういうことではなくて、普通にの町がちゃんとそのなんていうんですかね、こうすごく近代的なものが間にポンポン入って、なんかよくわからない時代になっちゃってたりするわけですよ、地方を回ると。でも桐生ってその普通に歩いてても、そのある一つの時代の建物がちゃんとそのままずっとその残ってるっていうふうになっていて、だからある昔のある時代のその撮影をここは苦労しないで撮れるなと思いましたね。でそういうところが実はあんまりないんですよ。僕愛と死を見つめてっていう映画とか、ゼロの焦点とか、黄色い涙っていうふうに日本の高度経済成長プラスで以降の時代の作品を撮ったんですけど、ものすごく撮れなくて、でも桐生はその昔の日本のなんか町の佇まいみたいなのがそのまま残っているところ、連なって残っているところが何か所もあるので、なんかそういう時代のなんか町の話を撮ったら面白いだろうなと思いましたね。はい、どうもありがとうございます。それではもっとたくさんね、お話を聞きたいんですけれども、もうそろそろ終わりの時間になってしまいました。監督の3名さんもどうもありがとうございました。では、監督の皆さん